皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、売上が上がらなくて悩んでいる教室の先生に、はじめに改革してほしい5つの行動というテーマでお話をしていきたいと思います。最近お悩み相談を受けているときにですね、もちろんノウハウ的にここを直していったらいいっていうのが明快に分かっている方はそれをお伝えするんですけれども、モヤモヤしていてまだこう授業を作っている最中だったりとか、すでに教室さんもやっているんだけれども、要はうまくいかなくて停滞をしているとか、そういったタイプの人が抱えている悩みというか共通の問題というか原因がですね、大体ここだよねっていうのが私の中で見えてきていて、でそれを直さないとですね、どんなに新しい技術、どんなに新しい知識を学んだとしても、その教室って上に上がっていかないんですよね。でそれを引きずってる根本的な要因を断つっていうか、改革をすることがイコール教室を盛り立てていく要因になるので、ご自身でもねチェックとかをしながら、この話は聞いてほしいなというマインド系のお話になります。はい、ということで本題に入りたいと思います。まずですね、先に結論から言うんですけれども、売上がね上がらなくて悩んでいる先生が、共通して陥っている状態をどういうふうにしたら変えていくことができるかっていう5つの行動をお願いしたいっていうのをお伝えするんですけど、まず1つ目、今までのことを忘れる。2つ目、人と比べすぎない。3つ目、自信がないと言わない。4つ目、やってみてから考える。5つ目、全ての現実は自分で決める、という、この5つについて解説をしていきたいと思います。まず1つ目なんですけど、今までを忘れるっていうことなんですが、これは良きにつけ悪しきにつけですね、現状を把握しなくてはいけないんですよね。まずね、現状はどういうことなのかっていうと、売上が上がってないっていう、これが現状になります。上がってない人にとっては。で、過去にどんなに売上が上がっていたとしても、それはそれ、これはこれなんですね。だからまず現実をね受け入れるってことをしていただかないといけないです。過去の栄光にすがるタイプの先生は、昔はこうだったのにとか、昔はこんな風にできてましたっていうことをどうも忘れない方いらっしゃるんですけれども、その長い変遷を得て今になっちゃってるっていうことは、今の現実をしっかり受け止めて、現実的に自分がどういう状態でどういう立ち位置になってて、なぜ生徒さんに自分の教室は選ばれないようになってしまったのかっていうのを、辛いんですけど現実をちゃんと見据えないと改革ができないんですよね。だその時に邪魔になるのが、過去はこううまくいってたとか、過去ではこういう感じで満席がずっと続いてたとか、そういう話が入ると現実を見ようとしない人も結構いるんで、そこが改革しづらい、ネックポイントになってしまうので、まず今までを忘れる。でこれが良かった話じゃないケースもあります。今までが悪すぎたとしても、今正しく現状分析をすれば、あとは売上が上がる一方っていう場合もあるんですね。だから悪かった自分のマインドを引きずってもまた改革がしづらいので、良きにつけ悪しきにつけ、今までは忘れる。今を正しく現状把握して、で未来に向かって動いていくだけなので、でこれをやるっていうことで、まず一つ目が今までを忘れるということ、一つ目です。と二つ目ですね、二つ目は人と比べすぎないっていうのが、確かに私はそのご自身の立ち位置とか、どこの中でやっていくのか、どういう人にサービスを提供していくのかということをお話しする上で、競合他社研究っていうのはやってもらってます。でこれがおそらく女性の場合はっていうことなんですけれども、女性の場合はですね、感情移入しすぎてしまうということですね。もう少し引いた目で客観的に、例えば競合他社のその人と
自分っていうのをこうちょっと離した目で本当は比べればいいんですけれども、調査をしてもらうとですね、相手のいいところばっかり見えて、でなんか自分は全然できない人だみたいな感じになってしまうんですが、確かにお客さんもそのおそらくあなたが思っているような競合他社、競合の先生、似たような領域で活躍されている先生と比べる可能性があります。あるんですが、必ずしもだからといってその教室ばかりが選ばれるわけでもないんですね。その教室ができていなくて自分がもしもできることがあって、それが自分が考えるお客様にとって非常にこうメリットが高いようなレッスンを提供することができるのであれば、そこは比べる必要がない領域を比べることになります。だからもしかしたらちょっと矛盾してることを言ってるように聞こえるかもしれないんですけど、研究はしてほしいんです。で、研究をする目線をあまりそちらにこうすごいなすごいな寄っちゃって私何にもできないっていう視点で見るんじゃなくて、その教室を選ぶ人はどういう人なんだろう、自分がこういうレッスンを提供するのであれば、それを来てくれる人は誰なんだろうっていう、その立ち位置をですね、しっかり把握するために研究してほしくて見てほしいんですよね。例えば私もパン教室を自分でもちろん自力でやった時に、当然他者研究というのはやります。で、私何かはちょっと異質のパン教室業への転身な人なので、ニーダを売ってる営業員、会社員からパン教室ということになってますので、比べたら技術とかスキルとかが多い先生なんて山ほどいるんですよね。で、そこで「あ、私なんて」って思っちゃうと、それ以上商品作りができないことになってしまうので、その先生にはできなくて自分にはできることを探すということになります。で、例えばその当時私がやっていたのは、もともとニーダの開発もやっているところのスターティングメンバーから、ニーダの会社の商品を立ち上げたっていう経験があるっていうことは、その時にニーダーそのものの機能とか他社商品で作った時の生地の仕上がりとか、まあ、それがミキサータイプとかホームベーカリータイプとか他の他社製のニーダーとか、まあ、あらゆるものを全部実験するんですよね。で、そのデータっていうのは、生の本当に血肉になっているもので、で、それはどこにも別に書いてないです。書いてないんですよ。自分で試して理解できている生地の違いとか作られ方、製法、得意不得意とか全部分かっている。で、その分かってる状態で一番最適な、機械ごねで作る、私が推奨する、パンの生地の作り方をその機械を使って教えるっていう、これは他の先生にはできないって思ったんですよ。なぜなら他の先生は機械の使い方はもちろん分かって、そのパンのものに対してどう使っていくっていうのが分かったとしても、私はさらに社内でしか知らないような内容の機械の特性とかを言えるわけですよね。で、それによってパン作りにどういう影響があるかっていうのを全部言うことができて、それを利用してパン作りを工程を作っていくっていうことができるの、これ誰にもできないと思いました。同じ経歴を持ってる人でなければ。で、それに加えて当時はやっていなかった、工房を同時に7種類教えるっていうところがなかったので、もうそこだけで2つの二重の掛け合わせになったりとかしていますよね。あと、まあ、当時はインスタグラムそこまで激しくなかったんですけど、まあ、それでも私はもともと写真ができていたので、写真で綺麗にそのパンを撮って差し上げるやり方を教えるみたいな、まあ、ビジュアル映えするようなパンをもともと作ってる線もあるんですけれども、そういう3つの掛け合わせをやっていくと、日本で1つしかないよねっていうものを位置として作ったんですよ。だから何十年やってる先生にはどうやったって追いつかないので、その必要な人だから、もうニーダーだけで教えてもらえればいいよっていうタイプの人で、公募とかもいっぱい種類特選して習いたいよっていう人たちに響けばいいっていうことになるので、それが他の教室にはない。だからスキルがなくても違うスキルがあるから、そのスキルを喜ぶような人たちに提供するっていう形にしたんですよね。結果、教室の先生が多かったですけどね、私のクラスは。
そうすると、教室の先生にとって、一般人にとっての7000円と、教室の先生にとっての7000円だと価値が違うので、安く見える人には安く見えます、当然。高く見える方には高く見えたみたいですけれども、そういう形で内容と値段を決めてってることになるので、人と比べすぎないですね。それよりも、人っていうよりは、お客様にとって自分の教室がどう見えるのかっていうのをしっかり作り込むっていうのが、どちらかっていうと大事になってきます。で、3つ目ですね。自信がないと言わないっていう、これも結構多くて、新しい講座とかを一緒にやっぱ作ろうとするじゃないですか。今までトライしたことがないのにチャレンジをすると、当然ですけど、やったことがない領域をやろうとするわけですから、今までやったことがあることだったらうまくいくような気がするっていうのは多分わかると思うんですけど、やったことがないことに対しては、自信がないっていう言葉がもちろん出てくるのはわからなくもないんですけど、自信がないって言っちゃうと、それ以上前に進みようがないので、自信は自分を信じる力なだけですから、自分が信じれば自信になるわけなんで、少なくとも自分はうまくいくって、最低でも自分を信じようっていうことが必要になってきます。私は営業職をやっている時も、パン教室をやっている時も、企画は立てます。で、最大限うまくいくであろう未来を想定して動きます。そこに自信がないっていう言葉はないんです、基本的に。やりきるしかないから、やるしかないからやるしかなくって、自信とか言ってるレベルの話じゃないっていうことですね。自分は100%自分を信じてるので、もちろんそれでもうまくいかないことってあると思います。全力で当たってうまくいかないことだってあります。そういう時にはうまくいかないことがあるということが分かっただけで十分です。次にすぐやればいいので。で、自信がない人の共通点は、自信がないとか言って、いろいろこう自分の中でぐる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 回っちゃうんですよね。回って考えの中でぐる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 していると、それで自信がつくのかっていう話なんですけど、自信つかないですよね。そうすると前に進めず、何もできず、そこにいるだけっていうことで、全然何もやってないことになってしまうんですよね。自信を持って進んで玉砕したとしても、それがそこはダメだって分かれば、違う手を考えればいいだけで、そのうまくいかない数をどれだけたくさん持てるかが、いろんなシーンの強さにもなるし、いろんな応用が効くスキルになっていくので、私はあえて今、失敗って言葉は使わないんですけどね。失敗っていうのはないんですよ。うまくいかないことが分かっただけっていうだけだから、事象を潰す、うまくいくのを見つけるまでの事象を潰すから、すごい行動が早いです。だから、やってみてダメなら軌道修正、やってみてダメなら軌道修正で、ここで傷つくタイプの方がいらっしゃるんですけど、いや、なぜ傷つくのかっていうことですね。やったことがないことなんだから、うまくいったらラッキーぐらいでいいんじゃないですか。自信は持って行動したって、やってみなければ分かんないっていう感覚で言うと、もしそれでうまくいったらラッキーでいいじゃないですか。うまくいかなかったら、よし、じゃあ次行こうなだけなので、自分の心を必要以上に可愛がる人は、自信という言葉をよく盾に使って動かないタイプの人が多いです。いや、自信ってじゃあいつ身につくんですかみたいな感じなんですけどね。簡単で、明日からでも身につきますよ。自分を信じればいいだけだから。っていうのが自信の源っていう話なので。必要以上に自分が傷つくのを恐れる、プライドが高いとかいうタイプの方も、失敗を怖がるというか、あれがあるんですけど、謙虚に生きてる人って本当にいくらでも、何て言うのかな、質問とかも人にできたりとか、いくらでもトライをして玉砕するとかっていうのを平気でできるので、そこをちょっとやっぱりね、やられたことがないのはやっていく方がいいと思います。で、4つ目ですね。やってみてから考える。これもさっきの3番と一緒になってきちゃうんですけれども、やらないことには、例えば何かいいアイデアが思いついても、それを外に出さないことには、それがいいかどうかっていう判定をお客様がしてくれないから、いいか悪いかがわからないんですよね。だから、いいか悪いかがわからないっていうことは、それ以上進むことができないので。
やらないことにはどうしようもないんですよ。だからどんなにいいアイデアが浮かんで、それをものすごい練りに練って外に出したとしても、タイミングがずれると全く売れなくなっちゃうので、時流に乗った企画でそのまま荒削りでも出しちゃって、受けたものをベースに徐々に変えていくっていう方がよっぽどビジネスとしては成功するし、うまくいきやすいです。だからこれはなんかお客さんに受けないような気がするんですって言うんだったら、その企画をまず潰してほしいんですよね。だって受けないと思う企画なんてどうしようもないじゃないですか。だったらもうこれはいけるよねっていう自信作を外に出して、それで受けるかどうかを判断すればよくって、受けなかったらやり直し、受けたらさらに改良ブラッシュアップっていう、その受けなかったらっていうことに対して自分の心を守りたいタイプの人は外に出したがらないです。受けないということを現実として受け止めることができないからです。でもそれは間違っていて、やってみてから考えるがやっぱり正しいです。答えはね、お客さんしか知らないんですよ。サービスが正しいかどうかなんて。自分がいくら考えても正しい答えはお客さんが持ってるので、その人たちに受ければ OK、 受けなかったらやり直しっていうことになるので、想定するターゲットは作る必要はあるんですけれども、最終的なジャッジメントはお客さんが喜ぶか喜ばないかっていう、そこだけなので、自分がねいくら考えてもね、あれ、こんなんで受けちゃうんだっていう時もありますよ。雑に作っちゃうっていうか、こんなのどうかなって言ったらガーッと欲しがられるっていう時もあるし、それはねやはり出してみないとわからないっていう時があります。特に初めてやる領域の場合には、私なんてそんなのしょっちゅうやってました。初めてやるし、世の中にないものとかもよく作ってたので、そこはもうやってみないとわからないですよ。で、ああダメなのかとか、こういうの受けるんだとか分かってみるとかね、そういうのはあったりとかすると思います。はい。で、5つ目ですね。全ての現実は自分で決めるっていうことです。いろんな、事象は起こるんですね。世間的な、例えば天変地異みたいなものとか、あとは外界の影響で誰か人間的な人間関係から来る残念な事象とかね、そういうものとかがあったりとか、自分がこうしようと思ってたのに家族の反対側とか、まあ、いろんな事象と事由は現れてくるんですけれども、その現実の側面をどう見るか、どうそれを打開するかっていうのを決めるのは全て自分自身なんですね。そういう環境だからできませんでしたとか、そういう環境で今回はできなかったけれども次回は頑張りますになるのか、そういう環境っていう言い訳をそもそもする必要はなくって、そういう環境があったとしてもやりこなすというふうにできると、例えばその何も悪い環境がなくできちゃってる人と、辛い環境でできた人っていうの出来高が将来に向かって違うんですよね。だって辛い状況で頑張ってここの同じラインにいたとしたら、辛い状況がなくなったとしたらこの人ガーンと上がるわけですよね。だからいろんな、もちろん試練とかは当然あるし、人によって環境とか状況は全然違います。で、自宅教室っていう点で考えると、家がそもそも教室に使っていい家っていうふうになってるタイプの家と、スタジオを借りなくては家族の理解が得られないっていう家になってるケースは、まあ二通りまずスタートが違うわけですよね。で、このスタジオしか借りられないような人が、自宅使えていいよねっていうのを思ったとしても、自宅使えないんだから与えられた環境の中で頑張るしかないですよね。そうすると逆に割り切ると、例えばこの自宅の人は自宅だから遠いけど、スタジオとかで駅前とかで借りることがもしできて、でそれが安く手に入るような賃貸を借りることができて、そうすると立地がいいっていうことで人が来る可能性とかがあるかもしれないじゃないですか。でその代わり、その地代というか、レンタルというか賃料が入る分、少し高めの口座にしないといけないな、ということはそれに合わせた、商品構成と価格設定をしないといけないよねっていうだけで、不幸でも何でもなくって、要はその分稼げばいいっていうだけのことで、むしろ遠い家で頑張るよりも駅近でやった方がうまくいく可能性とかもあるんですよね。まあ、実際に私のクライアントさんでそういう方いらっしゃったんで、
その環境があまりにも良くなくて、駅近を借りてもらってやっただけで、全然自宅教室やってた時よりも繁盛して、でその結果繁盛するお金の上がり幅が、家賃を払っても全然ペイする繁盛の仕方、それは高額口座をもともと持ってたっていうのはあるんですけどね、そういう例もあります。だから、その現実をどう捉えて、自分がそれに対してどう活動していくか、どう対処していくかを決めることで、現実の世界が変わる。誰にとっても全てパーフェクトな環境ってないですよ。まあ、稀にね、資金が潤沢で、家もすごく綺麗な家で、リビング、キッチンもすごく広くて素敵なキッチンとリビングがあって、そこで家族の理解もあって、赤字とかでも全然大丈夫でっていう教室運営、まあ趣味に近いんですけども、それができるような環境をもともと持ってる方もいらっしゃいます。まあそれはその方の環境なので、その人を羨んでも自分がそこじゃないっていうことを嘆いても、今の自分の状況っていうのは変わらないので、変えたければ自分の力で現実を切り開くしかないので、全てのそこに与えられている自分の現実と立ち位置は自分で変えることができる、要は自分で決めていくことができるということで、環境のせいにしないということですね。これが5つ目の行動になります。ですので、まとめると、売上が上がらなくて悩んでる教室の先生に初めに改革してほしい5つの行動、マインド編ですけれども、まず1つ目、今までを忘れる。2つ目、人と比べすぎない。3つ目、自信がないと言わない。4つ目、やってみてから考える。5つ目、全ての現実は自分で決める。この5つを考えることができるだけでも、随分今の現状の改善点が見えるはずです。ということで、ちょっとそういったところにループにはまっちゃってるなっていう方は、今一度そのチェックをしてみていただけるといいのではなかろうかと思いますので、ぜひトライしてみてください。それでは。